今回紹介するレンズはライカのズミクロン。ライカにズミクロンありと言われるほどのライカを代表するレンズだよ。そんなに代表的なレンズなの？じゃあまずはズミクロンのあらましを。ズミクロンが登場したのは1954年、ライカ M3 とのセットで登場したよ。それまでのバルナックライカではエルマーがセットで販売されていたんだ。今で言うキットレンズだね。このエルマーは30年くらい変わらない定番だったんだよ。さて、新登場したズミクロン、エルマーとの分かりやすい違いとしては明るいこと。エルマーが F3.5 だったのに対してズミクロンは F2。 今ではもう珍しくない明るさだけど、当時からすると明るいレンズはまだまだ少なかったんだ。高嶺の花ってやつだね。そんな明るいレンズが M3 には標準で付属している。なかなかの衝撃だったのは想像に難くないね。このレンズを開発したのはウォルタマンドラ。ライカの初期レンズ群を開発したマックス・ベレークの下で研鑽を積んだ人物で、ベレークの次世代設計師として45本以上のレンズ、ズミクロン、エルマ、テリート、エルカン、ズミルックスなどを設計。後年には 0.95 から1.25 という極めて明るいノクチルックスの設計にも携わることになるんだ。師匠であるベレークがエルマを、弟子のマンドラーがズミクロンを開発してるんだね。師弟が作ったエルマーとズミクロンの違いなんだけど、エルマーはいわゆるテッサー型のレンズ構成で、枚数は3分4枚と少ないんだ。一方のズミクロンはズマール、ズミルックスを代々改良した3代目ダブルガウス型のレンズ構成を持つんだけど、ズマールやズミルックスにはなかった空気レンズと酸化ランタンを含む新しい商材を採用しているんだ。枚数は6分7枚と増え、性能も大きく向上。ズマールからライバルとしてしのぎを削ってきた採水痕のゾナーよりもシャープであり、画質の均質性も申し分ないなど、ラテン語のスマを冠する名玉として今も君臨しているんだ。途中に出てきた空気レンズっていうのは何なの？空気レンズはそれまでの常識を覆し、レンズの隙間を空けることで周差の一つであるコマ周差を改善させる狙いがあったんだよ。これまでは空気の層が間にあると内面反射を起こし、コントラストが低下するなどの弊害が起きるから、バルサムで接着し空気との接地面を減らしていたんだ。空気レンズは商材や研磨技術、コーティングの向上によりライカだから実現できたものだね。その代わり製造時の難易度が上がってしまうなどの問題が出てくるんだけど、ちなみに1951年に製造された92万台から始まるシリアルを持つズミクロンには放射性物質のトリウムが含まれていて、人体に問題ない程度だけど放射線が検出されるんだ。別名レディオアクティブズミクロンと海外では呼ばれているよ。ただ放射性がフィルムを感光させてしまうなど問題が判明、新しい商材を開発することとなり、その商材には酸化ランタンが使用されるんだ。いろいろ新しい技術が入っていたんだね。放射性はいざ言われると気になるな。性能はどうだったの？解像力を筆頭に性能が高く、レンズの性能基準を引き上げたと言われているんだ。逸話としてアサヒカメラの連載であるニューフェイス診断室、その1959年4月号において、特性チャートを使って解像力を計測した結果、これまでの最高記録を大幅に超え、アサヒカメラが休刊するまでその記録が塗り替えられることはなかったんだ。ちなみに F4 で最も解像力が高く、逆に F8 まで絞ると増面湾曲などの周差が顕著に現れてしまうから留意する必要があるよ。1954年のズミクロンは振動式として発売したんだけど、ガタつきが構造上起きやすいこともあり、
1956年には固定鏡頭に変更、同年に近接撮影を可能にしたデュアルレンジズミクロンが発売され、マイナーチェンジを経たものの振動式、固定式、デュアルレンジがズミクロンの第一世代と言われているよ。その後カラーフィルムに適応させ、コストダウンと軽量化を図りつつ、新種ガラスを4枚採用した第2世代。レンズ設計にコンピュータが採用されたライカ、ニージェネレーションレンズの一本である第3世代。完成度の高かった第3世代のマイナーチェンジし、使いやすさを改善した第4世代。これに加えてもう一つ、とびきりのズミクロンがあるんだ。それは、アコズミクロン。アコは、アコクロマートの略で、ざっくり言えば、3色の軸上色収差と、2色の球面収差、コマ収差を解消しているレンズのこと。隔収差がないか、ほとんど解消されている、非常に高性能なレンズってことだね。そのアコクロマートレンズや、非球面レンズを採用し、初収差をほぼ完璧に補正している。MTF 曲線を見ても、開放でも良好なのに、F5.6 に絞ると、いずれの線も水平になっているんだ。これは中心部から周辺にかけて抜群の解像力を持っていることを示しているよ。まあ、お値段130万円、超高級レンズなんだけど、きえ。この値段設定を見ても、ライカのズミクロンというレンズへのこだわりが垣間見えるよ。さて、以上がズミクロンの解説になります。ズミクロンは製造数も豊富にあるため、中古市場においてもライカにしては安価な部類になるため、ライカへの入門用レンズとして広く取り扱われているよ。私も空気レンズの描写に興味があるから、第一世代で状態のいいものを見繕っているよ。沼にはまるかもね。